別れた人に会った、別れた渋谷で会った。皆様の夢を叶えるコーナーです。番組ではロスインディオスの棚橋静雄さんとデュエットデビューを希望される女性ボーカリストの方を募集しております。今流れております東京ベサムムジョ、この曲を私とデュエットしていただける女性ボーカルを本気で募集しております。それでは早速今週の挑戦者、女性ボーカリストの方にご登場いただきましょう。どうぞ。ようこそ。どうも。はい、お名前を。福谷京子と申します。福谷さん、はい、今日は山口県からお越しいただいたということで、はいはい、なんかあのカラオケカップでは、ね、ご入賞されたという経験もおありだということで、はいはいはい、ね、かなり期待できるんじゃないかなというふうに思いますけども、はいはいはい、もし合格したらどのような歌い手さんになりたいですか？そうですね、私ね、老人ホームとかいろんなとこ回るのは好きなので、そういうところでいろんなの歌を歌って、はい、皆さんを喜ばせてあげたいなと。素晴らしいですね、はいはい、それでは合格目指して歌っていただきましょう。東京ベサメムーチョ、どうぞ。偶然というにはできすぎ「君とこうしていることが」「そうね、私もあなたとは何か鏡を感じるわ」「流れ任せでベサメ」「そして流れて」東京、ベサメムーチョ。はい、どうもありがとうございました。いやー、すごくなんかあの表現力がこう豊かでいらっしゃる。そうです ね、 ね、はい、伸びやかに。これ何回も歌ってるんじゃないですか、ね、結構歌い込んでますね。そういう歌です ね、 いいですね。はい、はい、うん、では早速合否を田中さんよろしくお願いします。もちろん今の歌い方で結構ですよ。合格ですね、うん、合格です。おめでとうございます。よかったですね。それでは頑張ってレコーディング頑張ってくださいね。はい、はい、どうもありがとうございました。